オスマン・ハムディ・ベイは、オスマン帝国の行政官、知識人、美術専門家であり、また結出した、早々期の画家だった。優れた、考古学者でもあり、トルコにおける、博物館キュレーターの草分けとみなされている。オスマン・ハムディ・ベイは、イスタンブール考古学博物館及び、イスタンブール芸術アカデミーの設立者だった。オスマン・ハムディは、ミドハトパシャの公認として、 オスマン帝国の大宰相を1877から1878年に勤めたイブラヒム・エテム・パシャの子である。父のイブラヒム・エテム・パシャは、ヒオス島出身のギリシャ人だったが、ヒオス島の虐殺の時に幼くして孤児になり、カプタン・パシャのヒスレブ・パシャに育てられ、最終的にオスマン帝国の支配階級に上った。 若い頃のオスマンハムディオスマンハムディは、イスタンブールのベシクタ州にある小学校を出た後、法律を最初イスタンブールで、ついでパリで学んだ。しかし、絵画に興味を持って、画家としての道を進むことに決め、法学をやめて、フランスのオリエンタリズム画家である、ジャン・レオン・ジェロームとギュスターブ・ブーランジェの下で鍛錬を積んだ。 当時の芸術の国際的中心地であったパリに9年間居住する間芸術の催し物に鋭い興味を示した。パリ滞在中にオスマン帝国の君主の初めての西洋訪問が起きた。ナポレオン三世は1867年のパリ万国博覧会にスルターン・アブデュル・アズイズを招いた。オスマンハムリはパリでまた新オスマン人の多くにも会い。 彼らの自由主義思想を知ったが、オスマン帝国のスルターンに忠実なパシャの子として、彼らの政治的活動には参加せず、絶対君主制に反対はしなかった。学生時代にパリでオスマンハムディベイは後に最初の妻となったフランス人女性のマリーに会った。父親の祝福を受け、1869年にイスタンブールに戻った時に彼女も同行し、 そこで結婚して二人の娘を設けた。トルコに帰国後、ミドハトパシャの行政団体の一員として、オスマン帝国のバグダード州に派遣された。1871年にイスタンブールに戻り、宮廷儀礼の官庁の副長官に就任した。1870年代には、オスマン帝国の官僚制度の上層部のいくつかの 役職をこなした。オスマン・ハムディベイの描いた2番目の妻、マリーの2枚の肖像。最初の妻の名も、マリーで、二人ともフランス人である。パリであった、最初の妻のマリーとの間にハトマとハイリーへの二人の娘を設けた。2番目の妻とは、ウィーンで会い、メレク、レーラ、ナズルの3人の娘と、エデムという息子を設けた。 1867年のパリ万国博覧会でオスマンハムディは3つの絵画を展示した。現存しているものはないが、大はジプシーの休息、横たわって待機する国会の兵士、兵士の死だった。彼の経歴において重要な一歩は1881年に帝国博物館の館長に就任したことだった。 博物館長としての地位を利用して、博物館を発展させ、古物に関する法律を改定し、国家の支援する考古学探検を創始した。オスマンハムリは、国際的機関、特にペンシルベニア大学との関係を築くことに専念し、1894年には、同大学の栄誉学位を得ている。1九百二年、ペンシルベニア大学考古学人類学博物館への、 贈り物として、ニップルの発掘の絵を描いた。1882年、芸術アカデミーを創設してその町に就任し、オスマン人に帝国外に出ることなく、美術と芸術の鍛錬を行う手段を提供した。1884年には、歴史的美術品が国外に密輸出することを禁止する規則を発布したが、これは、 古物保存の法的枠組みを構成するための大きな一歩であった。19世紀の西洋列強の代理人やブローカーは、美術品や歴史的な価値のあるものを、オスマン帝国のハントから、うさんくさい許可証や賄賂を使って日常的に密輸出し、ヨーロッパの首都にある博物館を豊かにしていた。オスマンハムティベイは、 トルコ人による最初の科学的な考古学調査を引いた。彼による発掘には南東アナトリアのネムルト山のコンマゲネ王国のフンボ群南西アナトリアのラギナにあるヘカテイの聖域レバノンのシドンがある。シドンで彼が発見したサルコファガスは考古学的発見のうちで世界的に貴重なものの一つと考えられている。 帝国博物館の建物は1881年に建設を開始し、1891年にオスマンハムディベを館長として開館した。博物館長及びアカデミーの長としての職業と並行してオスマンハムディは生涯にわたって絵画の作成を続けた。彼の絵画の様式は教えを受けたジェローム及びブーランジェに寄っていたが、しばしば彼自身や家族を描いたため、 彼の作品に見られるオリエンタリストとしての視点の前提を複雑化している。ありがとうございます。